午後2時の金沢市内、じめっとした感じはしませんが、日差しの強さ、そしてこの石畳の照り返し、非常に暑さを感じます。高気圧に覆われた県内は朝から気温がぐんぐん上がりました。日中の最高気温は七尾で 32.8 度、金沢で 30.8 度など8つの地点で真夏日となり、七尾、輪島、珠洲など6つの地点で今年最も高い気温となりました。観光名所の一つ東茶屋街では、今ほとんどの人がこの石畳真ん中ではなくて日陰のところを選んで歩いていますね。今日すごい暑いですね。茶屋街でなんかいろいろ食べ歩きしようかなと思ってます。冷たいの、冷たいものもうこんなに暑いと思わなかった、ね、うん、暑さ対策、なんか暑さ対策腕出してきました。日焼け止め日焼け止めいっぱい